TBS の社長定例記者会見が27日、東京・赤坂の同局で行われ、8日に文藝春秋らを相手取った名誉毀損、毀損の民事訴訟を取り下げたお笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志61について言及した。松本が女性に性的行為を強要したと報じた、週刊文春の記事で名誉を毀損。 既存されたとして5億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟を巡り、今月8日、所属する吉本興業を通じて裁判、取り下げを発表。これまで、松本人志は裁判を進める中で、関係者と協議等を続けてまいりましたが、松本が訴えている内容等に関し、強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました。その上で 裁判を進めることで、これ以上、多くの方々にご負担、ご迷惑をおかけすることは避けたいと考え、訴えを取り下げることといたしましたと思いを告白。松本において、かつて女性らが参加する会合に出席しておりました。参加された女性の中で不快な思いをされたり、心を痛められた方々がいらっしゃったのであれば、率直にお詫び申し上げますと謝罪した。 吉本興業とのやり取りについて、流宝精峰社長は、松本が訴えを取り下げたということは吉本興業さんからもご説明いただいた、というが、同局のクレイジージャーニー、水曜日のダウンタウンにレギュラー出演していた松本の番組復帰について、ご本人が活動を休止していることには変わりないので、今後の起用方針に関しては、現時点で決まっていることはございません、と述べた。 松本は「週刊文春」との裁判に注力するため1月から活動を休止中。今後は芸能活動再開の時期などに注目が集まる。